はい、えー、皆様、こんばんは。カープ、ホークス、乃木坂46ファンです。本日、6月の7日金曜日ですね。本日もですね、えー、先ほど終わったばかりですね、試、え、合、ー、の振り返りをお伝えしたいと思います。えー、とまずはですね、セ・リーグ、広島東洋カープのですね、今日の試合の結果はどうだったのか振り返りたいなと思います。 広島というカープはですね、えー、と今週はですね、えー、本拠地で、ね、6, 連6連戦ということで、今日からはですね、ロッテとのです、ね、3連戦ということで、まずね、第1回戦をですね、振り返りたいなと思います。今日のです、ね、広島の先発投手はス瀬ラ投手と、相手ロッテの、ね、先発投手は三馬投手の投げ合いとなっていたということで、さあ、えっ、ー、と、今日はですね、なんと、 えー、広島東洋カープのですね、えー、大瀬良大地投手がですね、なんと、ノーヒットナラン達成したということでね、えー、大瀬良投手、ノーヒットナラン達成おめでとうございます。というわけで今日はね、大瀬良投手ね、ノーヒットナラン達成ということでね、えー、たくさん振り返りたいなと思います。えー、今日はですね、えー、っと、まあ、今日もですね、本当に、 初回からですね。えー、最後までね。え、オセラ同社ですね。素晴らしいピッチングでね。えー、終盤九回までね。ねねばえー、粘り強くね、えー、投げ切ってね。いや、ちょっとね、最後九回のところですね。あの。ツー2アウトでね、あのー。え、五つのね、ファーボールでね、えー、四ドルのね、そうじね、背負ったんですが。えー 打たせて取る時が光って9回、ツーアウトで角中と高部に連続ファーボールでツーアウト1、2塁のピンチを招いたんですがなんと最後はバッターの一番ロッテとして一番怖いバッターでポランコを最後、のまがす打ち取って129球で投げ切って。 試合後にはお立ち台に上がった大瀬良投手ね、えー、一問一答でね、いかの通りですね。今日はですね、球場もですね、このね、盛り上がりで、えー、っと、いや、ちょっとね、まだ信じられないというか、自分のことじゃないような気持ちですというね、えー、お立ち台にねそう、そう言ってて、あの、いや、もうノーヒットでの達成ね、達成してね、もうお客さんもね、今日ね、松田スタジオにね、 行かれる方、行かれた方もですね。えーも、もう、超前のね、カーフファンの皆さんも、これはもう、喜びだろうと思いますし、選手の皆さんも、カープのね、えー、選手もね、えー、喜びだろうと思いますし、えー、っと、ノーヒットノーターてはですね、えー、っと、カープですね、2012年の前田健太投手以来の大記録ということで、えー、っと、 そういったものにね、えー、無縁だと思ったんで今日もね粘り強く投げたいなと思って投げましたということで、えー、っと9回はねどんな思いでマウンドに上がったのかってかれたですねでもいつ打たれるかなと思いながら対戦してたんですけど9回マウンド上がる時に大歓声を受けてマウンドに立った時にはもうせっかくここまで来たなら皆さんの前で達成できたらいいなと思って 最後の、えー、っと、ギリッキーをね、振り絞って頑張りましたということで、続いて2つ目ですね、最後のあのシーンはどんな思いだったんでしょうかと聞かれたんですね。いや、えー、っと、レフトのね、沼がね、ちゃんと取ってくれるかな、かなと、かなと、勝手思いながら、すごい大事そうに言ってたんで、でも取ってくれて最高の、 習慣を皆さんと分かち合うことができて本当に幸せです。ありがとうございます。でそして、えー、最後ね、カーファンの皆さんにねメッセージですね、えー。今日も熱いご声援ありがとうございました。僕自身は次の登板が大事だと思っているので、また次に向けて頑張ります。明日も試合があるので、熱いご声援よろしくお願いします。ありがとうございましたと。最後ね、カーファンの、ね、皆さんにねメッセージを メッセージをですね、メッセージを、えー、言ってくれたということでね。まあ今後のね、まあね、えー、当番に向けてね、まあ大事だと思っているところはね、えー、大瀬良投手のね、いいところだなと思います。はい。いやー、なんでしょうね、まあ、大セラ投手がですね、えっ、ー、と、 えー、史上ね、92名でね、通算102度目のね、無安打、無得点を達成して、球団では2012年の4月6日の DNA 戦の前田健太投手が以来の2009年にね、4月に開場したマツダスタジアムでは初のね、快挙となったということで、いや今日はですね、もう本当にもう最高な試合,だ試合でした、もう本当にね、もう。 まあ、大セラ投手もね、まあ、開幕投手はね、ちょっとね、まあ、まあ、ちょっとね、状態がね、えー、あまりね、よく、よくないところもあったと思いますけども、まあ、それでもね、あのー、ここからね、まあ、調子をね、上げて、まあ、まあ、いい時もね、悪い時もね、えー、あると思うのでね、またね、次の登板に向けてね、しっかりとね、えー、準備、ね、してくれれたらいいかなと思います。えー、っと、 それからね、えっは、2位の、ごめんなさい、首位の巨人がね今日はオリックスに敗れたため、なんと順位が入れ替わって、なんとカープも単独首位に浮上したということで、まだまだセ・リーグは混戦になっていると思うので、ここから勝ってなんとか C 位をキープできるようにこれからも戦ってほしいなと思います。 はい。えー、というわけで、まずは、セリーグ広島東ヨカーブの試合に振り返りをお伝えしました。えっ、ー、と、明日のね、えー、予告先発はですね、えー、と広島の先発投手は玉丸投手と、ロッテの先発投手は佐々木朗希投手の投げ合いとなっているということです。はい。えっ、ー、と、まずは、もう、広島東ヨカーブの試合に振り返りをお伝えしましたが、この後はですね、パ・リーグの福岡ソフトバンクホークスの